エヴァンドフスキってプロ通算679試合で513ゴール137のアシストを記録しててしかもブンデスリーガで得点を7回も獲得してる怪物ストライカーなんですけど彼って監督グアルディオラが指揮した選手の中で唯一信頼したフォワードなんですよ。グアルディオラってフォワードにいろいろな注文をすることで有名でおとりとなる動きとターゲットの役割を同時に求めたりとか要求が多いんですよ。 イノラ・ヒモビッチっていうワールドクラスのストライカーも、ブワルディオラを満足させられなくて、ほとんど会話すらしなかったみたいな話もあるんですけど、ブワルディオラは、レバンドフスキには、厳しく接する反面、うっとりした表情で見つめるんです。それは、彼が現代サッカーにマッチした完璧なストライカーだったからなんですよね。彼のヒートマットを見ると、低い位置まで下がって、相手の守備を引きつけてアシストしたり、あるいはステースに自ら走り込んで得点を決めたり、 できないことがない本当にバンドフォワードなんです。そんなレバンドフスキーが頭がおかしいくらい得点を決めれる理由が、フザボールの能力なんですけど、特に二つの動きが優れてて、まず一つ目がディフェンスの間でのポジショニングの上手さです。彼って、守備と守備の間でポジショニングを取って得点を狙うのが抜群に上手くて、これってディフェンスにとっては本当に厄介なんですよね。前にいる守備は自分の真後ろのなので、 きちんとマークができず、後ろにいるディフェンスは、彼の動きを見ることはできても、ボールはレバンドフスキーの前に来るので、瞬発的な反応が必要になります。あまり2タイトに密着して守備をしても、2人のディフェンスの間隔が狭くなって、1人のアタッカーを2人でマークする形になるので、チーム全体の守備が乱れてしまう確率が高まってしまうんですよ。レバンドフスキーは、トラッとするときも、守備の間にボールを移動させて、 誰がどうやって防ぐかという問題を、対する相手に考えさせる、本当に頭のいい選手ですよね。たった一回のタッチでディフェンスをかわして、シュートを打つのに最適な位置にボールを持ってくる能力の最高です。そして、もう一つが裏への抜け出しで、エヴァンドフスキって得点シーンだけ見ると、なんで誰も処理しないんだろうと思うくらい、ディフェンスの圧迫がない状況で、得点をたくさん記録しているように見えるんです。その理由はいつも彼が、 ディフェンスの視野の外から得点を狙っているからなんですよね。多くの選手がボールを所持する選手に姿勢が集中している中、彼は逆にボールから遠ざかって、ディフェンスの背後へと移動するんですよ。これも、ポジショニングが天才的って話になるんですけど、普通の選手が前方のスペースを狙う場面でも、レバンドフスキはディフェンスの背後に移動して、急に現れて、ダカみたいに特定しているんです。これガンドフスキって、 1 8 5センチ8 1キロの大柄な体格なんですけど、クロバティックな特定シーンをよく披露してて、この柔軟性のゴール量産に重要なんです。90分の試合で、フォワードに思い通りガスが入ることって、せいぜい一つ二つで、フォワードは最低6つ以上の選択肢を準備しておくべきって話があるくらい、ペナルティボックスでは駆け引きだらけなんですけど、レバンドフスキはそういうのを全部無視できる選手なんです。普通ならシュートできない状況でも打ち込んで、 しかも、枠内にきちんと収まるじゃないですか。カスが正確でなかったり、守備の人形が整っていても、どんな状況でもシュートできるニュースと柔軟性があるので、ディフェンスとゴールキーパーも予測するのが難しいですよ。それと、レバンドフスキの決定力が高い理由って、実はとてもシンプルで、一番の理由は、シュートの時にゴールを見ていないからなんです。自分の足とボールだけに集中して、きちんとミートするように蹴ってるんです。 ボールって思い切りければ浮くようにできているで、強く蹴ることってあんまり意味がないんですよ。サッカー用語でシュートがとんでもなく飛んでいくことを宇宙開発って言ったりもして、昔の日本代表の選手がよくネタにされてたんですけど、これって力いっぱいの塔と,として起きているんです。エヴァンドフスキみたいにゴールの隅に吸い込まれる、ブラウンダーシュートをたくさん決めたいなら、とにかく重心を下げて力が分散しないよう軸足を固定して、 すするることととを心がけてみるといいと思い思ます彼のゴール集でよく見られる得点加減なんですけど、クロスをゴールに背を向けた状態で受けて、ディフェンスが油断した隙に、一瞬で切り返してゴールっていうシーンも多いですよね。これも、彼の柔軟性が実現させる変態的なプレーだと思います。ナエルンで同僚だったマルクロカによれば、エヴァンドフスキは、いつも練習が終わっても残ってシュート練習をしていたそうです。マルセ 33歳のネテラン選手を4500万ユーロで迎え入れたことだけでも、彼の高い評価がわかると思います。彼はバルセロナを救う救世主になれるのでしょうか。あなたはどう思いますか。